字は縁語ろうチャンネルです。もう11月です。紅白歌合戦の情報が続々と入ってきております。五木ひろしさんを引退させて、なんと YouTuber を歌手以上に登場させると NHK が発表し、視聴者から不満が噴出しているようですが、その内容をまとめてお伝えしていきます。ピアニストで YouTuber のハラミちゃんが大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦への初出演が内定したことが21日分かりました。 NHK 関係者によると、赤組の出場枠ではなくゲスト出演となる見通し。大物ミュージシャンとの共演や視聴者からのリクエスト曲の即興演奏などが検討されているようです。複数回にわたって登場する見込みで、出場歌手以上の出番の多さになりそうとのこと。都庁や駅などの常設ピアノで即興演奏をする YouTube 動画が人気で、チャンネル登録者数が183万人を誇るハラミちゃん。高い演奏技術はもちろん、屈託のない笑顔が老若男女に支持されていて、バラエティ番組や CM にも引っ張りだこの人気者。として8月に発足した紅白チームにすぐにリストアップされたそうです。紅白の3つの選考基準のうち、今年の活躍、世論の支持を十分に満たす存在、番組の企画演出の面でも間違いなくステージを盛り上げてくれると局内で期待されているんだとか。ネットでは誰っていうか、なぜ他にもピアニストがいるのにこの人なんだ、とうとう紅白も素人を出すんだな、批判の声も相次いでいます。本職のピアニストなだけに、素人さんではなくピアノの実力はすごい方だと思いますが、彼女そのものへの批判というよりも、近年の紅白の傾向に対して皆様はお怒りのようです。ここ数年、視聴率が減少傾向にある紅白は、若年層の取り込みに力を入れています。これまで紅白を彩ってきた演歌や歌謡曲を歌うアーティストの出演が激減。北島三郎さんをはじめ、50回出場した五木ひろしさんも紅白引退を発表したばかり。もちろん若者向けの企画が悪いということではありませんが、日本を代表する歌番組だけに、じっくりと歌を聴きたいという声が多いのを無視する理由がよくわかりません。国営放送なんですから、視聴率を気にすること自体がおかしいんですが、何よりも若者向けの企画で視聴率が上がるのかとも思いますが、
視聴率が減少傾向なのは、演歌、歌謡曲を激減させ、大晦日を楽しみにしてきた高齢者の方々が次々と紅白を見るのをやめていることに他なりません。若者も一部の人は紅白を見るかもしれませんが、今年はコロナも収束しつつあり、家の中でじっとしているとは到底思えないのですが、確実に今までの鬱憤もあって外へと繰り出すのではないでしょうか。結果、テレビの前で紅白を見るのは高齢者の方が多いわけで、それなのにYouTuberがピアノを弾いている、演歌、歌謡曲を聴いて新年を迎えたい、ただそれだけなのに、それこそ YouTuber なわけですから、 YouTube を見ればハラミちゃんはいつでも見れるわけです。何度も登場させるとありますが、それなら誰か一組でも多く歌手を出してあげるべきです。歌合戦なのですから。視聴率を上げたいなら演歌、歌謡曲をもっと増やさないとダメなのではないでしょうか。若者の視聴が増えたとしても、高齢者の方々がそれ以上に減っていくわけですから、今回のハラミちゃんをはじめ話題性先行の起用方針に対して、紅白が若者に媚びていると感じている人がとても多いのではないでしょうか。まだ出場者発表までどうなるかは分かりません。演歌勢増えてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。